おはようございます。ワンナップゴルフ平井博明でございます。本当にいつも皆さんご視聴ありがとうございます。で今回はですね、栃木県のですねロイヤルメドウゴルフクラブさんの方で撮影させていただいております。ありがとうございます。早速、アプローチをやっていきたいと思うんですが、傾斜つま先下がりつま先上がり左足下がり右足下がりとか、いろいろな傾斜について打ち方だったりっていうのをやっていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まずはつま先下がり、ちょっとこうボールが低い、前がこう低く下がってるところなんかは気をつけなきゃいけないのは、もちろんその足の高さからボールがどれぐらい下がってるかっていうところがポイントなんですけど、どんぐらい10センチ内ぐらい下がってるんですよね。なんでこういう場合は前傾をこうボールに対してアジャストするか、お尻の位置をこうやって落としてボールにアジャストするか、いろいろそれ人それぞれ方法が違うと思うんですけども、僕はこうちょっと腰を落としてちょっと前傾を深くしてアジャストします。両方なんかどっちもこう入れるんですけども、よくこういうライはつま先下がりは右に飛ぶとか言うんですけども、僕はあんまその印象なくて、別に普通にこうフェースをパッて構えたんだったら、その構えたところにこうやって普通に飛んでいくですよね。あんま右行く意識っていうのはないので。右行っちゃうって言ってるのは何でなんだろう。まあこう、こうやって傾斜に対してこうやって構えるっていうことだと思うんだよね。なんで来角がフラットなのと一緒っていう俺意味だと思うんだけど、俺はそれは理解できないのね。そういうあれはないから、だから別に普通にこれでそのグリーンの面に対してフェースをこうやって普通にまっすぐいつも通り構えて、傾斜なりにこうやって構えたらそれは右行くんだよね、こうやって。だけどそうやって構えないから右行かないんだよね。右に出たことないから。あ、もう出たことないレベルだから30年間だからその右行く意味が分かんないのよ。ショットなんかも右行かせようとしてってか、出ない出ない。だから説明しようがないんだよね。ターゲットに対してこうやってまっすぐ構えてそのままこうやって打つんだから、右出ようがないよねって。本当だ。うん、そういうことか。ラインしか出ない、右じゃなくて何だろうかそうだ、フルショットもこういうライはつま先下がりは右行くって言うんだけど、俺本当に30年間ハテナだから。え、だって傾斜に対して自分が対応して立ってんでしょって。あ、対応してないのか。対応してないで素直にこうやって立ってんのかもしれないしね。そう、でも多分それだとバランス取れないから絶対重力に対して逆らって立ってるはずなの。あ、立ってるってことだね。そう、うん、だから俺は当てはまんないとは俺は思うんだよね。あとつま先上がりは左行く、左行ったことないからあんまり。だからそれが決めつけて打っちゃったらその球は出る可能性が高いから、そもそもそれをやらない。こういうとこなんかは普通にこうやってアプローチを構える状態を作って、ボールの位置なんかつま先下がりが均等にこう下がってんだったら、あんまりだから変えない方がいいよね。高さだけ調整してそのまんまターゲットに対してこうやって抜いてっちゃえば、そんなに難しいことってやんないんだよね。だってあんだけ喋って言って普通に、そうだから全然難しくない。全然普通。そう、これでじゃあ残りつま先上がり左足右足下がりとかやってもらえればいいですちゃんと行くんだろうよ。チャンネル登録してね。で左足下がりなんかは前広島で撮った時の動画もありますけども、ボールの右側の地面の方がもちろん高いんで、そのダフりやすいですよね。でましては球が上がらないって分かってるんで上げに行く、それでダフっちゃうんだけど、これ結構多分今までより一番きついかもしれないね、傾斜が。でこれでもこうやってボールのところにアドレスをしてるんだから、この時にこうヘッドが地面に潜り込んでないじゃん今。だからここに戻って来させようとしてこうやって普通に打ってあげたらいいの。これでなんかやるでしょやるんだよね。できないからやりたくなっちゃう。でもできないからやらない方がいいんでね。そう、何にもできないんだったら何もしない方がいいの。このまんまもう球が上がらないってもちろん分かるから、フェースは開くんだよね。
普通にまっすぐ構えた状態で、この状態でね、この状態でフェースをターゲット向けて、右つま先の前ぐらいにボールを置いて、そっから何も変えないでフェースだけ開くのかって。上げたい分。それでターゲットの方向にクラブを上げて下ろすの。そしたら同じ球が出る。今さ、言ってることがさ、何秒間の間で全部のことを言えてるってことは、すごいシンプルなことしかしてないのよ。すごいこれが打つショット、ワンショットに対して説明時間が長いんだったら難しいことなのよ。だからそれぐらい難しいことはやってなくて、距離感がすごいね、いつもね。合うよね、当たり前なんだけどさ、プロゴルファーにそんなこと言うのかって感じだけど、トロ君、もうドンズバ来ちゃったんで言いますよ、うん、あのね、傾斜の打ち方とかどこどこの打ち方ってどうでもいいの。アプローチって距離感しかないの。そうなの。そうなの。結局、うん、パターもそうだけど、うん、距離感がうまかったら、うん、方向がちょっとでも合えばナイスなの。ナイスな方向に打つよ。ナイスな方向に打つね。あれじゃパー取れないじゃん、うん、超えちゃうとね。そう、うん、そう、ああいうことが、うん、結局距離感なのに、あ、打ち方が飛んじゃう打ち方をしちゃったって思ってる人が多いわけ。もう打ち方じゃないのよ。もう単純に距離感が合ってないじゃん。そうだよね。そう、例えばじゃあこの距離で曲げるのは難しいから、そもそも右向いてたり、そもそも左向いてたりして、うん、こうやって距離感合わせるじゃない、うん、したらなんとなく次入りそうな距離でいるじゃない。そういうことね。左右にずれても距離感が合ってればまだチャンスは、そう、飛びすぎちゃうよりはあるわけだ。そうで、それなぜかっていうと、うん、この距離で、うん、あさっての方向く人いないから。ああ、そう。なんとなく間違えててもピン方向向くじゃない。だから距離感のが大事なの。そっか、200ヤード先を狙ってる時の1度ずれてるのと、そう、これで1度ずれてるの全然違うでしょ。そうだね、幅が。そうだね、うん、誤差が違うから。そういうことか。そう、だから距離感の方が数倍大事。打ち方とかは変な話、こっからパターで打てるんだったらパターでいいから。なるほどね、うん、でもパターって距離感難しいでしょ、うん、結局距離感じゃん、うん、そう、だから打ち方もそうなんだけど、ノーマルショットが打ててれば対応はできるから、うん、でもこういうところでこういうのとかやるんだぜとかって自分で勉強したり言われたりして、こういうところでこうやって構えたらいいのに、こうやって右足はこうやって出さないんだよって、こうやってやるでしょ。こんな難しいことやる必要ないから。本当に自分から難しくしちゃってる方多すぎるのよ。だって俺がそういう傾斜を説明されることがあるんだから、こうやってやるんでしょって。あ、逆にね。逆に勉強になりますって多いから。転職したの？左足上がりなんですけど、これも広島でこうやらせてもらった時に、突っかけて打つのか傾斜慣れに打つのかっていうのをやったと思うんですけど、これぐらい距離があるんだったら、こう傾斜に沿ってこうやって打っても全然いい。でこれを突っかけるとちょっと強く出すぎて距離感が出しづらいんだったらオーバーしちゃうかもしれない。こうやって、まあショートもあるけど、あってこうちょっと難しくなっちゃうんで、これぐらい距離が離れてる境目がね、多分ね15ヤードから10ヤードぐらい以上は傾斜に沿ってこうやって打ってあげた方が、こうなんとなくこう球は行きやすい感じ。こういうところでピッチングとかアプローチとか持つ方もいるんだけど、それはそれでいいんだけど、距離感合いづらいじゃないかなって俺はずっと心配してるのね。で俺はサンドウェッジしか使わないからそうやって言ってるんだけど、結局発射台みたいになってて、それでストロングロフトになってくると、ウェッジの中でもピッチングとかって立ってるから、それで傾斜に沿って打ったら、こう結構こうやって飛んじゃうんじゃないかなと思うんだよね。だから難しくなっちゃうんだったら、ロフトをなるべく抑えてあげて、極力サンドウェッジ52度とか一番立ってて50度ぐらいまでにしといた方が、あんまりこうボーンって飛びすぎることはないかなって思うけどね。チャンネル登録してね。あとこれ最後つま先上がりなんですけど、つま先上がりもよくフックするって言うんですけど、しません。だって出ないんじゃないかなと俺思っちゃうんだよね。これで出たことないんじゃ説明するの難しい。難しいでしょ。だって
嘘とは言わないけど、うん、架空のこと言っちゃうことになるから、それをやりたくない。経験してないからね。そう。だから普通に重力に対してこうやってフェイスを傾斜なりじゃなくて、自分のアドレスに対してこうやってフェイス構えて、こうやって打ったらフックってしないんだよね。あの左に行かないんだよね。うん。だからすごいそれって難しいことで、構えて普通に構えて、これでこうやってやるんだったら飛んじゃったりがあって左行っちゃったりするけど、本当に普通になりに構えてそのまんまターゲットにこうやって出すんだったら、多分左には飛んでいかないんだよね。あんまりこう左行くとかはなくて、だからこれじゃあ普通のショットに戻るんだったら、これターゲットにフェース合わせて、でボールの位置と構え方はいつもと一緒で、さっきのつま先下がりと逆で上がってるから、多少短く持つなり多少起きるなり、何かその傾斜に対して対応してればそれでいい。普通に構えたら人間だからさ、うん、対応するじゃん。対応する。それでいいの。そこからまたプラスやるでしょ。だから当たんないの。やりすぎちゃうんだ。そう、やりすぎちゃう。だってアドレスで構えられてるんだったらもうそれでいいから。それで対応してるってことだよね。そう、そう対応してんの本当はね、うん、だけどそっからつま先上がりはどうちゃらこうちゃらって始まるでしょ。そう、だから 2,3 個入れちゃうんだよね。入れなくていい、こんなので。普通に構えられてるんだったら、こう構えられてるところにいつもと同じテンションでクラブを上げて、こうやって下ろしてあげたら、それで終わりだから。入っちゃう、うん、そんなもん、そんなもんだから。本当にあんまりだからね、特別なことやんない方がいいよね。でも特別なことが多いでしょ YouTube って。特別感、スペシャル。だって、うん、特別な打ち方をこの傾斜もやんないと、うん、今のも全部なんていうの、普通に構えて打ってねって、4つやっただけじゃさ、うん、伸びないから。伸ばしたがりだよね。ワンナップは違うもんね。伸ばしたがらない。そう、違う、伸びてほしいんだよ本当は。まあ本当はね、うん、そうだけど、その今までじゃあ経験したことを言うと、そういう何興味を持たないことが多いよね皆さんが。そうだね、なんかインパクトがある内容じゃない、うん、ない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 。ここはこれやったらもうトンキュキュって絶対止まるんですとか、そういうのないから。現実に、うん、そうだね。そう、傾斜に対してこう立ってこうやって構えたり、うん、こう立ってつま先下がったり、こうやって左足下がったりって、アドレスができてる状態でもう打てるじゃない。バランスは取ってんだから。 そうだね、そこで振ればいいだけなの、結局当て感だから。あとはじゃあその状況でどれだけなんていうの、うん、練習っていうかね、うん、そういう状況を経験したかったの。そうプラス、ほんとしつこいんだけど、フェース面がボールに当たる状況を作れてるかどうかなの、うん、動きもそうね。例えばこれこんなアドレスしないじゃない。こんなアドレスしないけど、いやこうやって打てるかどうかよ。ちゃんとボールにフェースをアジャストできる動きがちゃんとできてるかどうかな、うん、それができなかったらどんだけ完璧な構えしてもナイスショットは出ない、うん、それはちっちゃい頃レッスンやってなかったから今あるから。またそういうこといきなりポコっていう。いやだって本当よ。ポコっていう。元も子もないこと言うよ、うん、これで平井はボールこの辺置いてくれっていつも言うじゃない、うん、じゃあ全然違う、ここに置きました。おいおい、でもさ、ここにアドレスはできるじゃない。そしたらここのアドレスに戻ってこれたらナイスショット当てんのよ。そうだから結局どんなアドレスしたって、どんなボールの位置にあったって、その置いてあるボールに対してちゃんとフェースがアジャストできてれば、もう全てがもう完結するわけよ。打てんかね、それ。全然打てる。だからこんなのさ、外じゃん。外だね。そうでもアドレスはここにできてんでしょ、うん、したらアドレスのところにちゃんとこうやって戻ればいいだけなのよ。そう、これ逆もそうよ、こんな位置も。そうしか打てない。そう、こうやってアドレスが取ってるんだったらここに戻ればいいのよ、こうやって。だからこの本当に当て感があるかどうかだから。そんなところに置くの、何十球も何百球も練習しないもん、ね、そう練習しないの。だから、そう1球目で素振りなしでポッて打てるじゃない、うん、そういうことだから。つま先上がってて、つま先上がりはこうやって短く持って、上体こうで近く立って、そんなのどうでもいいから。もうアドレス取ってんだったらもうそれでもう終わりなんだから、そこであとは動くだけだから。そこに戻してってことね。そう、とにかくボールに戻さなきゃいけない。多分第1話目から言ってんだけど。そうだね。そうそう、それしか言ってないね。そう、大げさ300回言ってるじゃん。言ってる。300本上がってるとしたら。そう、ね、そう、それしか言ってない。そうだって、ゴルフってそこなんだもん。完璧な動きできても、それがターゲットに対して飛んでかなかったら何の意味もないじゃない。だからそういうことが
コース行ったらもう最優先になるってことは間違いないの。練習場とは違うの状況は。それはもう間違いないです。とにかく戻してないからクラブ、この距離で、この距離で、この距離で戻せないから、戻そうとしてないからね、そもそもそういう頭がないから。そっか、こういう傾斜はってなってるから、そう戻すとかじゃないんだ。そう、ダフらないようにとか、こうちゃんと上げなきゃ、ちゃんと転がさなきゃ、それって打ててからのことじゃん。うん、でも打ってないからまず打たなきゃまず。そう、それが大事。まず動きも結果論になるから。あ、そうだってもうまさにさっきのボールのイレギュラーな位置がそうじゃない、うん、動きの前に何をしてるかだから、うんうん、ちゃんとそこに戻そうとしてたら、うん、その動きになるから。そうだね、うん、ボールに対しての、うんうん、だからそれをやっていただいた方がいいですね。だから本当にいろんなボールのもう全然違う位置に置いて普通にそこに内ショットが打てるかっていう練習とかももちろん大事ですし、まあ傾斜に対してこういろんな4方向今打ちましたけども、ボールをこうずらしたりスイングを何か変えたりとかってしてもいいんですけど、結局ボールのところにちゃんとクラブが戻ってきてればある程度構えた方向に飛んできやすくなるので、それは意識してぜひ練習してみてください。で今回はですね、アプローチの傾斜地からのショットを動画として撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。